かげりちゃん、一緒に頑張ろうね。保護猫ちゃんの預かりボランティアに興味がありまして、ちょっと猫ちゃんを紹介していただけたらなと思います。ありがとうございます。おお、めっちゃシャーっていう。大丈夫だよ。あ、でも優しい。ね、優しいですね。はい。じゃあキャリーケースに入れていくのに。はい。ここから移動ですね。はい。どうかな。あ、持ってるね。あ、わかるんですかね。わかると思いますね。はい、ごめんね。ごめんね。お、入る。ちょっと様子をいつもと違うっていうのを感じてるんですよ。わかります、わかります。これでも本当にひどい子はネット越しに噛んでくるんです。今スムースにはいってる方ですか。あ、もうこれまず十分スムース。ごめんね。大丈夫大丈夫。これね、飛び出そうとするんですよ。あ、そこから。持って歩いてる時に彼落としちゃったらバッて出ちゃうことあるじゃないですか。だからもう直接猫ちゃんをネットに入れるか、キャリーごとネットに入れるとどっちかではい離してます。わかりました。意外に重いです。あ、重いね。これ重くないです。それでね、5キロぐらいありますよね。まあ5キロいくかいかないかぐらい。じゃあちょっと行きましょう。はい。よろしくお願いします。おとなしいですか、さきりちゃん。今は多分ネットに入ってるんでおとなしいと思います。じゃあ下に行きます。レッツゴーです。お邪魔します。お邪魔します。そう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 。汚い家ですが。さぎりちゃん、落ち着いたよ。あら、はい、うちの先住猫のちくわちゃんですね。ちくわちゃん。はい、もっこもこの。もっこもこ、可愛い。猫3匹飼ってらっしゃるんですもんね。そうなんです。ただ人が来ると逃げちゃうので。はい、今は1匹。かろうじて外にいる感じです。じゃあ、入れましょうか。はい、さぎちゃん。両手かりとかしてないですかね。大丈夫。してるかな。はい。さきりちゃん、着いたよ。じゃあ開けますね。はい。はい、こんにちは。意外と落ち着いてます。落ち着いてますね。静か。こんにちは。落ち着いてない状態だとどんな感じになっちゃうんですか。やっぱシャーシャー言いますよ、最初から。あ、ここからもうシャーシャー。すごい距離感してるね。緊張するね。他に猫がいるのに気配っていうか匂いで分かってるんですよね。いるところといないところに行くのが大きな違いなんですね。私も先住猫ちゃんと仲良くしてほしいなと思うので、どれぐらい心を開いてくれるか楽しみですね。最初に誰と仲良くなる汗かいてますね。緊張すると汗かくんですよ。緊張しちゃうよね、最初はね。あとね、本当肉球がもう湿っぽくなるんですよ。へえ。まあちょっとハーハーして呼吸もね少し荒そうなので、カエルさんが過ごす時間が長ければ長いほど、この子にとっては人と接する時間が長くなるので、それがやっぱり人慣れにつながると思うんですよね。私はこの部屋で寝ますし、ゲームもしますので、いいと思います。あのそんな移動しない派なんですね。平均歩数調べたんですけど、99歩だったんですよ。1日で99歩しか歩いてないんですよ。そんなことあります。だからもう一緒にいるっていうのはすごい私に向いてるなって思います。普通新しい場所に来ると猫って。固まっちゃって、あんまり周りを見渡すことができないんですよ。なんかやっぱりその猫カフェで見てきた猫ちゃんって入れたらカドッチョとかに固まって、ですんごい体を低くしてっていう。大体そうですね。ですよね。でもこうやってさっきから顔を動かしてるじゃないですか。これだけこう周りを見れる余裕があるっていうのは、まあ思ってた以上に順応性があるのかなと思いますね。新しい生活スペースを見渡してる感じというか、チェックしてる感じですよね。猫ちゃんの匂いはするけど姿が見えないからどこにいるんだろうって気にしてるのか、あとまあ本当どこかなっていう感じで、とご飯さえ食べてくれればまあバッチリだと思います。わかりました。今あげたら食べますかね。どうだろう。あ、でもちょっと喉乾いてるかもしれない。移動の時間があったので、はい、なんかこうウェットフードとか出してみます。そうですね、出してみましょうか。ちょっとトロリッチ用意しました。よかったね。ああ食べてみる？見てる。見てるよね。見てるね。食べるかな。トロリッチだよ。もう今ペロってしまった。もう匂い絶対分かってるよね。ペロってしたもんね。食べるかな。食べるかな。あ、食べる？食べるかな。シャーって言うけどどうかな。どうぞ。食べる？食べた。何なんだ。結構な勢いでしかもうなっといてね。ね、うなってたのにな。ガツガツいきますね。もうない。もうない。もうない。もう食べた？見えるか？見たよ。あれ？うんって言わない。ご飯もらうときうんって言うんですかね、もしかして。あ、かもしれないですね。終わったらよっしゃみたいな。だって今うんって言わないですよね。早くくれよみたいな。あれそうなのかな。もしかしたらだとしたらそれはそれでちょっと面白い。面白いですよね。一応言っとこうみたいな感じじゃない。いや、トロリッチもっとくれじゃないですか。あっち？可愛いですね。可愛いね。うなっても可愛いんですよね。可愛い。威嚇っていう感じじゃないですもんね。ご飯最速のうーですね。私のこと見てると思ったらずっとお皿見てますよね。お皿見ちゃないこれ。見てると思います。じゃあ食いしん坊です。そんなに食いしん坊だったかなと思って。ご飯食べる前にうっていう。こんな見てるとこで新しい場所でペロッとね。堂々としてるよね。ですよね。なんかどうみたいな。でも耳すごい立ってますね。ちゃんとね人の話も聞いてますね。聞いてますね。気もちょっと立ってる感じしますね。まあ確かに背中の毛が。緊張してると思う。大丈夫？あ、でもね、緊張してるのしますね。生あくびですよね。緊張してるとあくびするんですか？そうなんですよ。へえ。緊張してる。してますね。今日たけりちゃんとおトイレ？まだしてないですね。本当緊張するとトイレ我慢しちゃうんで、トイレができればまああとはそんな問題ないかな。そうですね。夜中とかにそうですね。見てないところで。尻尾が股の間に入ってるんでね。もう確かにすごい入ってる。尻尾が股の間に入ってるのを緊張してる証ですか？あ、そうですそうですね。これまだちょっとなりました今。いや、なってない。本当それは私のお腹かもしれない。お昼食べてないから。次。さぎりちゃんに会うときにはもうピーンと尻尾を立ててる状態を、はい、見せたいですね。楽しみです。ちょっと大事に、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。真後ろなのよ。後ろ後ろ。そうそこ。気づいたっぽいぞ。ヘリ？え？え？ご飯。食べないね。ちょっと不安か。